皆さんこんにちは、ダレアです。今日私は京都市西陣織で有名な西陣エリアに来ています。そして私の後ろに清明神社という私のお気に入りの神社がありますが、その神社では秋分の日との前夜にものすごく面白い祭りが開催されていて、ここや神輿などが登場するのです。今日はそのお祭りの魅力をお伝えしていきます。平安時代、京の都に名を轟かせた大河ドラマでもおなじみの陰陽師安倍晴明、彼に関する伝説は千年の時を超え今もなお語り継がれています。今日は安倍晴明が祀られている清明神社を巡り、ここに秘められた物語に触れていきます。清明神社は京都市上京区清明町にある神社です。祀られているのは10世紀頃の平安時代のスーパースター安倍晴明です。今年の大河ドラマでその名前を耳にした方が多いのではないでしょうか。彼は陰陽師、陰陽道という思想に基づいて暦の作成、時間の計測のみならず星の動きや方位で天地の異変も占っていた、今でいう科学者と魔術師を合わせたような存在です。また当時の平安京の大代理には専門の部署陰陽寮が置かれ、陰陽師は当時の国家公務員とも言えます。そんな清明が85歳で亡くなると、一条天皇の命令によって清明の邸宅跡に亡くなった2年後の1007年に社殿が建立されました。それはこの清明神社の由来なのです。しかし清明神社を見る前に、まずは神社と清明と関係の深い場所に寄りたいと思います。清明湖について詳しく知るためにまずやってきたのは一条戻り橋です。この橋ですね。この橋は戻り橋というふうに呼ばれている理由は、平安時代にここ亡くなった人をそのまま橋を使って持っていったら、なんと蘇ってしまったので、そこからはこの橋を渡ると戻るというふうに信じられるようになって、戦争に行く兵士とかなどここを通って戦場に行ってたんです。じゃあなんでここが清明湖って関係してるかっていうと、清明湖は陰陽師でとある特別な精霊式神というものを操ってたというふうに言われています。式神とは陰陽師が従える鬼神精霊のことです。陰陽師以外の人の目には見えない存在で、主に儀式のサポートをする役割を持っています。で実はその式神を彼はまさにここで飼ってたんですよ。その理由は何だと思いますか？結構可愛い理由なんですよ。これ実は奥さんが式神の顔がもうどうしても怖くて見たくないというふうに言って、もうどっか外で飼ってなさいって言われて、だから自分の屋敷じゃなくてここ橋の下で飼うことになったんです。普通は式神って陰陽師の儀式をサポートしたりする役割を果たしてたんだけど、清明湖はもう力がありすぎて、だからなんか日常的に結構使ってたらしい。なんか買い物に行かせたり、ちょっとした、まあ、日常的なことをやらせたりしてたらしいんだね。ちなみにこれ私どこかで聞いたのは、式神って他の人には見えない存在で、その陰陽師だけに従うものだから、もしかしたら忍びだったんじゃないかとも言われてる。いっぱい伝説があるからなのかわからないけど、全体的に見ると他の橋とは違ってちょっと暗い感じになってて神秘的な雰囲気だね。また式神がいるのかな。あ、見えてきた。この鳥不思議じゃない？普通なら神社の名前書いてあるよね。ここは御神門が書いてあるんだよ。これ五芒星っていうものなんだよね。なんか不思議、すごいにぎわってる。現在はこじんまりした境内を持つ清明神社ですが、創建当初の社地、東は堀川通り、西は黒門通り、北は元西岸寺通り、南は中田中里通りにかけての範囲だったそうです。しかし小さいながらも見どころがたっぷり詰まっています。
結構普通落ち着いてて、なんか不思議な雰囲気が漂ってるけど、今回にぎわってるね。地元に愛されてる神社感があるよね。境内に足を踏み入れると、早速小さな橋が見えてきます。先ほど見た一条戻り橋の縮小復元で、隣に立っている可愛い生き物はお話しした式神です。これは一個前の橋の本物の欄干をこっちに持ってきて使用してるらしい。だからこの部品が本物だからなのかな。ここ旧一条戻り橋っていう名前がついてるんじゃないかな。ここ、こじんまりとしてるから、なんかこう来ると意外とこんなにこじんまりとしてるんだっていう風になるかもしれないけど、すごい見どころがある。例えばあんまりこれ気づく人いないと思うけど、この石碑、千利休屋敷跡。千利休はここに暮らしてて、でここの井戸水を使ってお茶も作ってて、だから豊臣秀吉も訪れてたんじゃないかって言われてる。でさらに言うと、後で彼豊臣秀吉の激励に触れたっていうふうになって自害してるでしょ。ここだったんじゃないかっていう説もある。そう、結構彼とも関係の深い場所なんだね。その次に注目したいのは、鳥居の後ろにある詩人門です。通り過ぎてしまいそうなこの門にも面白い特徴があります。ここ絵が描いてあるでしょ。これ詩人僧のそういう霊獣っていうもので、その裏にあるのは玄武、こっちは朱雀、こっちの方向は白虎と青龍。詩人僧の地って確か陰陽道の考え方で、その土地の、まあ、なんかいい土地、運勢的にもそういう感じのいい土地を選ぶということから、平城京も平安京も江戸幕府、なんなら鎌倉幕府も結局それに沿って作られてる。一個の精霊は一個の方向と一個の自然のものを表してる。そう、例えば山とか川とか道とか。この4つの、まあ、詩人はそれぞれのものを表してて、例えば玄武は山を表してる、で朱雀は川とか水を表してる。それはかつて京都の南側にあったんだよね、大きな池で。西側、白虎表してるのは道、山陰道とか東海道とか通ってるからそっちの道もあって、で東側の清流が表してるのは川。清流って流って水を司る神様としてもよく知られてるから鴨川だね。それがあるところは運勢のいい土地だっていうふうに考えられてた。だからこの門の名前も詩人門ってなってる。この詩人のところから取って詩人門。この詩人門はね、めちゃめちゃ不思議で、もうずっと昔から自動ドアになってるんだね。かつて天皇が入ろうとするとそれが自動的に開いて、で天皇が参拝を終えて出ようとするとそれが自動的に後で閉まるという、なんかすごい作りになってて、で今それにちなんで本物の自動ドアになってるらしい。だから朝自動的に開くようになってるみたいだね。境内の最も奥に清明光を祀る御本殿があります。現在の御本殿は明治38年に建てられたものです。神社の荘厳な雰囲気に馴染むような感じの建築だね。古いわけではないけど、すごく威厳があるように見える。もともとここはその安倍晴明の屋敷があったところなんだよね。彼結構長寿で、平安時代にしてはもうありえない85歳の時に亡くなってる。だから彼が亡くなったのは1005年で、その2年後に一条天皇の命令によってここ神社が建てられて、一条天皇は紫式部が仕えてた彰子の夫って言ってもいいのかな、そういう存在なんだよね。当時は大内裏の鬼門、その不吉なものが入るって思われてた方角に建てられた神社だから、結構大きかったらしいよ。ものすごく大きい領土を与えられてた。
これは生命湖だよ。これ彼の確か神社の中にある肖像画を元に作られてると思う。なんかかっこいいよね。私そういう陰陽師ってすごいなと思う。なんか普通ならこうなんか魔術師みたいな感じのイメージがあるかもしれないけど、実際は天文学とかそういう暦を作ったり時を調整したり結構重要な役割を果たしてたんだよね。当時としては国家公務員でありながら科学者みたいな感じなのかね。陰陽道は古代中国で生まれた陰陽五行説という思想をもとに日本独自に発展しました。陰陽道は戦術、祭祀という魔術的なことだけではなく、暦の作成、天体や気象の観測をもしていた技術士でもあります。そして陰陽五行説は陰陽と五行説からなっています。陰陽はこの世のすべてを陰と陽という2つの性質に分けています。例えば昼と夜、太陽と月のような関係です。五行説は木、火、土、金、水という5つの元素のことです。それはお互いにいい影響や悪い影響を与え自然が成り立っています。一見難しそうな話ですが、遠い昔には今ほど技術が発展していませんでした。そこで自然や人間に起きていること、異変をシンプルに説明しようと生まれたのがこの陰陽五行説ということなのです。皆さんご存知の土用の丑の日も陰陽道から来ていて、陰陽道は今でも生活に根付いているのです。この五芒星は陰陽道の思想で5つの自然の要素を表している、まあ、木とか水とか火とかで、それがお互いと関連してるからこういうふうに星型になってる。例えば火は木を足して大きくなるみたいな感じで、でそれは気境の形に見えることからこの境内に気境がいっぱい売られてて気境門とも呼ばれてる。その形がだからお守りも気境の柄になってるんですね。間の右側を見るとなんと綺麗な桃がある。確かに桃って美味しいけど、なんで神社の中にあるかってちょっと不思議に思っちゃうけど、実は陰陽道においてこの桃は、まあ、邪気を払う、そういうような意味を持ってるんだね。でそういうのって結構昔から日本にあって、例えば古事記でも黄泉の国、その死者の国に行った神様はそういう悪い霊をなんか桃を投げてそれで退治してたという話もあるし、なんなら桃太郎もそうだよね。桃から生まれた桃太郎が鬼退治に行くっていう、そういう邪気を払うという意味が入ってる。なんかすごいぬくもりあるね。後ろ側からなんか柔らかくてあったかい、すごく。でもなんか火で温められたあったかさじゃなくて、なんか中から来るちょっとしたぬくもりみたいな、木のぬくもりなのかな。気持ちいいね。わかる？なんかわかる気がする。ほんのりぬくもりがある感じ。温かいって感じじゃ、うん、なんか触って気持ちいいような。と、うん。うん、来る。なんか人を触ってるような感じで気持ちいいね。私が参拝したこの日はお祭りの日で、みこしが渡御される日の前夜ということで、境内ではそのみこしを間近で拝むことができます。あれは今回の祭りに活躍するみこしだね。これめちゃめちゃ綺麗だね。これ結構前から置いてあるよ。だから神社のお祭りの当日じゃなくてもちょっと前来ても見ることができる。こうちゃんと御神門と生命神社の名前もかけられてるよね。結構緻密で綺麗だなと思う。こっちはたまに見ることができるような形で鳳が乗ってるじゃん。なんか右側見るとちょっと不思議な感じ、なんかザ神社っていう感じの見た目がね。その地儀がすごい特徴的。地儀なかなか見たことないかも、みこしでは。
なんかそれぞれ形見た目が全然違うからすごい綺麗だなと思う。境内を見学していたらあっという間に暗くなっていき、たくさんの方々が集まり、これから開催される神楽を楽しみにしていました。清明神社では毎年秋分の日とその前日には清明祭が行われます。お祭りは安倍の清明の命日に合わせて開催され、神社の創建当初の1000年前から行われているそうです。お祭りは形を変えながらも本質的なところを残し、今に伝わっているのです。そして今日はそのお祭りの初日、宵宮祭りという大祭の前夜に行われる準備祭りなのです。清明祭ではおみこしも渡御する本番である次の日のために、その前夜には無病息災を祈って湯立て神楽が行われます。巫女さんが舞うのは湯立て神楽という日本の伝統的な形式の神楽で、釜でお湯を沸かし、それを参拝者にかけて人々や場を清めるのです。神楽用のお湯は専用の釜で前もって沸かされます。ちなみにこの釜も巫女と同様にお祭りの数日前からこの境内に置いてあります。巫女さんの動きがとっても繊細で、囃子の音色と合わせると非常に神秘的に見えて、その洗練された美しさに目を奪われてしまいます。翌日の朝は本殿祭という特別な儀式が行われますが、一般の人が見ることができない神事なのです。私たちは見に行くのは午後1時から始まる神幸祭です。神幸祭といえば行祭りでおなじみの言葉ですが、実は行祭り特有のものではなく、神様の霊を神輿に移して、その神様がお守りしている土地を回る行事なのです。清明祭では衣装を着た子どもたちの行列や歩行、みこしが練り歩く盛大なものなのですが、この日は朝から雨が降っていたため、今回は若干規模が縮小しているようです。神幸祭の行列は神社の近くにある西神会館からスタートし、清明神社がお守りしている周辺の地域を回り、最後に清明神社に戻るのです。行列の先頭を切るのは子どもたちが構成している少年鼓笛隊です。鼓笛隊は神様が来るよっていうことを知らせる目的で行われるそうです。子どもたちが気合を入れてやっている姿が感動的ですね。鼓笛隊の子どもたちはお祭りに合わせて1ヶ月ほど前に毎晩神社の境内で練習を重ねていると聞きました。
品のためにここまで努力しているのですね。その後に続いて可愛らしいいちごさんたちがやってきます。まとっている衣装が素敵で、まるでお人形さんみたい。いちごさんたちは傘の下で優雅に歩きます。その次に馬に乗っているいちごさんがやってきます。このいちごさんたちの衣装もまた素敵ですが、何よりも馬に乗っているのが衝撃的ですね。このいちごさんたちの衣装もまた素敵ですが、何よりも馬に乗っているのが衝撃的ですね。後ろからはお祭りらしい音が響いてきますね。やっぱりお祭りはこれです。ここでも子どもたちが活躍していますね。そして行列を締めくくる神輿の登場です。曇天の中で一段ときらびやかに見えて、とっても綺麗ですね。日本に住んでいて、いろいろなお祭りを見たことがありますが、やはりお祭りによって同じ神輿でも見た目や装飾、運び方や掛け声まで違っていて、神輿の登場はいつも楽しみにしています。清明祭は初めて訪れたお祭りでしたが、このような美しい神輿やたくさんの子どもたちが登場して感動しました。守れる人がいなくて消えてしまう伝統がどんどん出てきている今日の社会で、子どもたちの練り歩く姿は伝統が次の世代に受け継がれていくことを象徴しているかのようです。また地域全体が一丸となってこうした行事を大切に守っている姿を見ると、心が温まります。皆さんもぜひこのような素晴らしいお祭りを自分の目で見に訪れてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また新たな物語でお会いしましょう。